私も大きくなったらお父さんみたいな作曲家になれるように頑張るね。はいはい、もっと時代に合ったアレンジを。ですか、わかりました。ありがとうございます。失礼します。全時代的か。お父さん、晩ご飯できたけど大丈夫？ん？ああ、奏、もう夕飯の時間かい？うん、お父さんお昼いつもカップ麺でしょ。夜くらいちゃんと食べなくちゃ。でもまた作るの失敗しちゃったから、レトルトカレーとスーパーのお惣菜だけだけど。十分だよ、かなで。たくさん食べて頑張らなきゃな。ありがとう。今度の CM ソングのコンペはどうしても取りたくてね。もしかしたら作曲家としての分岐点になるかもしれない。そうなんだ。私応援するね。ご飯いっぱい食べて頑張ってね。ダメだ、どうして何のアイデアも出ないんだ。あと少しなのに。お父さん、晩ご飯だけど。すまない、奏で。先に食べていてくれないか。ねえお父さん、その曲少し聴かせてもらってもいい？え？ああ、少しだけなら。悩んでるのってここ？それなら、例えばこんな風にしたらどうかな。